私と松岡さくらちゃんとみひなで三本松っていう、何ですか、グループ名、トリオ名をねつけてもらったんですけど、さくらとはのと私のペアはみおさくっていうんですよ。みおさくペアなんですけど、みんなとの名前なくて、でもよくね名前が近くでね、名前が横でよく話したりもするので、ペア名何がいいかなと思ったら二本松が一番良かった二本松です。わ、だるまありがとうございます。お、南国みたいなジュースありがとうございます南国みたいなジュース。今日はこの間南原ちゃんでした髪型と同じ髪型をして、メイクさんにはもう同じ髪型するんって言われたんですよ。髪型が自由になってからもう短いスパンで同じの2回目やるんって感じだったんですけど、そうなんです、これ気に入ってここ編み込みしてるんですよ。裏編み込みって言うんですけど、してて、でもこれがね結構ユニットの雰囲気とかにも合うかなと思ってこれにしたんですけど、どうでしたか？なんかいい感じでしたよね。白い衣装に合ってた気がする。なんか B2 だったらツインテール、あ、でもそっか、蜃気楼、でも蜃気楼も逆にツインテール可愛いかな。ですけどジレンマはちょっとツインテールちゃうなと思って、ハーフツインいつかしたくて、でも B2 の時にやろっかな。みひなが今日ハーフツインでしたよね。私は編み込みでした。でもこれめっちゃ気に入ってます。いい感じ。なんかね耳出した方がねすっきりして見えません？リンさん、目打ちすごい表情よくて楽しそうな雰囲気やってとてもいいパフォーマンスでした。わー、ありがとうございます。楽しそうってめっちゃ言われましためっちゃリプとかでも、やった、ありがとうございます。よかったらぜひ B2 にも遊びに来てください。B2 こんばんは。ともきさん、みおっちのツイン好きです。お、ツイン本当ですか？じゃあやろっかな編み込みおち似合ってて可愛い、ありがとうございます。編み込みおちいい感じお、なんやこれ、花なんて花やっけ、ありがとうございます。初兄さん、後でアーカイブ見るね。見どころありますか？見どころどこだろう。摩天楼かな。摩天楼の距離っていう曲で、頑張って拳を振り上げてる私を見てくださいあ、ハイビスカスか。修造さん、オカニャンもユナナンもいたし、ちょっと次のチーム M って感じだったね。確かにそうですね、ユナさんとオカナさんも一緒ですよね。本当だ。B2 のみおちもいいけど、いつか M のみおちもみたいな。わ、ぜひ来てください。いっぱい出れるように頑張りますね。摩天楼いい曲だよね。めちゃくちゃ好きです。私ゼロサム太陽と摩天楼の距離が好きで、でもその2曲が一番振りが難しいんですけど、難しいっていうか私的にちょっと苦手なんですけど、でも曲が好きなのでいっぱい練習できますさくちゃんが苗字とペアのアモクロが一番楽しいって言ってたよ。わ、マジ、やった。アモクロね、なんか 2A のところでフリーのとこがあるんですけど、毎回仲がいい夫婦を表現してて、雨降ってたら傘さしてあげたり、なんやろ、パン作ったり、普通にパンコネコネしたり、あとなんやっけ、
なんで何でやったか忘れたんですけど、八木公園の時この間になんかあの人見知り、さくちゃんが人見知りしてるなんか私たちの出会いを表現するみたいなんで、さくちゃんが人見知りしてるふりするってさくちゃんが言ってて、じゃあ私があ話しかけるわーって言ってこうやってあよろしくお願いしますっていう絡みをやりました。2A さくちゃんとやるときめっちゃ考えてやってるのでぜひ注目してください。すいません、充電のあれが来て止まっちゃった。何やっけ、あ 2A っていうのはあの2番曲の1番のサビが終わって2番目に入るすぐなんですけど、中がいい夫婦二人で切り盛りしてるのところです。はい、先週は昼はパン作って夜はピザ作ってたらしいね。あ、昼は作って夜にどうぞってあげました。そう、さくちゃんがピザを作ってくれて、本当は私がピザね釜で焼きたか、かまどで焼きたかったんですけど、マイク持って歌ってるからできなくて、さくちゃんにピザ作ってもらいました。私は普通のパンを作ってこうやってあげました。そう、テーマっていうかあるんですよ毎回。そう、楽しいですね。そのこの間の八木公園は最後タタタタっていう音があるんですけど、その時にあのさくちゃんと向き合ってチャ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 ってこうペコリってお辞儀して頭ぶつからないようにしようなって言ってやりました。はい、でも最近ほとんどさくちゃんとペアですよね。最近ずっと同じ番号で出てるのでさくちゃんとか多いです。皆さん無事お家帰れましたか？今日はまだ泊まってないのかな。今日は帰れるか、明日が台風直撃。今日あの髪型可愛かったなって友人が言ってましたけど、いつも可愛いですって言っておきました。ありがとうございます。やっぱこの髪型、私ハーフアップ、ハーフアップじゃないか、おろし、巻きおろしが一番漏れる気がします。泉さん、よってちゃん、クヨありがとうでした。二本松の写真ツイッターにあげました。皆さんぜひ見てください。二本松最近絡みが多い。みおちちゃん呼び可愛くて嬉しい、ありがとうございます。はやとみさん、お真珠ですか、ありがとうございます。あみちゃんの YouTube にみおちが映ってたよ。そうなんですよ、こないだのライブかな、いやこないだじゃないな、5月のライブかな。でちょうどこれかな、ちょうどリハでこれ、リハんレッスン着でこれ着てたかな、なんか水色の服着てる時のやつですね。ありがとうアミ、今度アミと遊びます。カルちゃんハートありがとうございます。ハートお帰れましたね皆さん、よかったよかった。リンタクさん、みょっちのジレンマよかったよ、おありがとうございます。え、なんかお見送り会でもジレンマにやってたっていうか、なんやろ、よかったよとか言われました、言ってくださいました。嬉しい、やった。私白い衣装着がちですね。 B2 でも蜃気楼白、真っ白なんですけど白い衣装着がち。何の話やっけ、あそう、あのポニーテールとかツインテールも好きなんですけど、ここに髪の毛ある方が漏れるっていうか、なんか華やかに見える説あるから下ろしてる時の方が漏れてる気がするです。ほのあみおち、そうほのあみおち3人の名前つなげただけやねんけどそう、あみがね
アミオチっていうコンビ名考えてくれて、アミオチめっちゃ良くない？アミオチ、そう、アミオチ、アミちゃんと遊ぶの羨ましい。アミちゃんと遊びます。あるところへ行ってくるのでぜひ楽しみにしてきてください。報告しますね。つけんもよかったよ、わ嬉しい、ありがとうございます。名字のジレンマ、天使やん、天使天使、私がですか、私がってこと、ありがとうございます。天使やってパタパタパタありがとうございます。白が似合ういい女は、ありがとうございます。でも私も白好きなんですよね、白い服好き。わなんだこれは、テッシーさん、なんか鳥とかヤシの木とか、なんか夏のセットみたいなありがとうございます、イエーイ。初見さん、たっちゃんさん、こんばんは、ありがとうございます。こんばんは、こんばんはレムさん、ほのとみおちのコンビ名ある、え、ないな、なんやろ、普通にほのみお、なんやろ、なんか考えたいな、次の M でも一緒なのでチーム考えます、ほのに言ってみます、何がいいかな。でもあれじゃないですか、単純すぎても面白くないよね単純すぎても面白くないんですよ、なんかいいのないかな。前回の M はキャンセルしちゃったから今日行きたかったんけど、次こそは、お、次こそぜひ来てください。 M いっぱい出たい、めっちゃ楽しいんですよ、ぜひ来てください。キュッピーマート3さん、チーム M の名字楽しみは、嬉しい。でも自分で思うんですけど、なんか M さんの雰囲気、雰囲気じゃないの、なんやろ、セトリかな、恋とつのセトリ、なんかめっちゃしっくりきてる気がします。 B2 ももちろんいいんですけど、フレッシュ系の見た目じゃなくって大人、どちらかというと大人よりじゃないですか、年齢もあって、だからいいですよね。 M はアグストゥスさん、ハートありがとうございます。イタキンさん、タコありがとうございます。ほのみお、ほのみおやと単純すぎるよな。ハヤトミさん、ハートありがとうございます。何がいいかな。ブッキーさん、 M の衣装似合ってた、もうイメージできたわ、お、やったー。そうなんですよっていうのもおかしいんですけど、ピンク意外と似合うのかもしれないですよね。そう、たっちゃんさん、今日はおまたぎありがとう、ごいとって楽しかった、ありがとうございます。私もめちゃくちゃ楽しかったです楽しかった、で楽しそうやったって言われるのが嬉しいです楽しかったぜ。あ、ブッキーさん、レインボースター、ありがとうございます。イケミヨイケミヨ、キネさん、ハートありがとうございます。イケミヨってなんかそういう名前の人みたいな一人の名前みたい。マサヤさん、また来ました、こんばんは、ありがとうございます。こんばんは。みょっちゃん、チームMが似合う、うわ嬉しい、ありがとうございます。やったー、意外というか当然似合ってる、ありがとうございます。ピンク似合うのかな、意外とではなく似合ってます。あ、皆さんありがとうございますありがとうございます。ピンク、水色じゃないか、 B2 は青ですかね。いい感じ。チーム M へようこそ。今回は推しメンがみんな M になったので新公演が楽しみです。おー、ではぜひまた M 公演で会いましょうね。テッシーさん、真珠ありがとうございます。パカ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 、
柳さん M っぽいキャラしてる本当ですかM っぽいキャラってどんなキャラやろ。でもなんかしっくりきますよね。自分でもちょっとしっくりくる気がする。でもね、いや、またぎ出演させてもらう前から思ってたんですよ。なんか今の M さんの雰囲気楽しそうやなと思って、自分でもちょっと合いそうかもと思ってました嬉しいぜ。久しぶりに聞いた、いい感じ、いい感じ、確かにいい感じって久しぶりに言いましたね。金曜日はほのちゃんがまたぎ初日だね。金曜日か、金曜日やったら台風大丈夫ですね。イニシャルも MM やしな、確かに松の実を。嬉しいです。次の髪型何にしようかなと思ってる。次は B2 ですかね。でもね、 B2 は M では髪の毛、俺本当はね、私今日まとめ髪っていうか髪の毛まとめようと思ってたんですよ。下ろさずにめっちゃ今日滑舌悪い、下ろさずにしようとしてたんですけど、なんか M の雰囲気的に下ろしたいなと思って、なんか B2 はもう汗かけって感じなんですよ、自分のねイメージが。なのでちょっと今度の B2、 今度いつか分からんけどまとめ髪しようかな。あとハーフツインもしたいんですよね。やりたい髪型いっぱいあるんですよ。昨日メモに書き出しました、いっぱい。でも動物ヘア、なんだっけ、羊とか、羊ヘア、ここにくるくるってあるやつとかやってみたいのでやってみますやりますね。ハーフツインこんな感じこんな感じ、ハーフツイン。とてもあんまり見えますか、編み込み。いい感じです。ステッチさん、レイポンがミュージとコンサートリハとかで仲良く話せて嬉しかったって言ってたよ。わー、前も誰かがコメントで教えてくださいましたよね、嬉しい。その後もね、レイポンがちょいコア団の鑑賞会あったじゃないですか、劇場で。その時に B2 公演の後に鑑賞会だったんですけど、レイポンに今日何するんみたいな、何するんっていうかちょいコア団っていうのをしてたんですけど、見るんやみたいななんか見るんやではないの、なんかもっとちょっとちゃうこと話したけど、話しかけて見ましたレイポンかわいい、なんかね、レイポンかわいいですね話しかけたくなりますね。そう、頑張ってって言って話してました。そうですね、チームが違うから、そう、休憩生でもほとんど喋ったことなくって、古川ゆきのちゃんに話しかけるって言ったんですけど、言ったっていうかショールームで前話したんですけど、この間すれ違ったけどちょっと行けませんでした今度話しかけよう。ぶきちゃん、どんな効果はまだあんまり分かってないんですよねちょっと今日の夜から雨降りますか、明日から。ちょっと雨の音で寝れへんくなったら嫌ですね。皆さんゆっくり寝てください。みそらちゃんは、みそらっちは、でもみそらっちでもリハ期間そんな喋れてないんですよね。そう、でも連絡っていうか言っていいか、 LINE どこで OK でどこで言ったらあかんか分からへんねんけどLINE してますよ。
関東今めっちゃ雨降ってる。あ、そうなんや。関東から先に来るのかな。関西はそんなに雨強くなくて逆にびっくりした公演終わった後そんなに降ってなかったですよね。再び話せなくなるのが寂しいって言ってたから話しかけに行ってあげて。うわー、かわいいな。話しかけます。話しかけるぞええー、夜中3時くらいから大雨になるらしいです。関西ですかね。関西で住んでますか関西、そっか、夜中3時ね。嫌ですね。ゴロゴロなったら起きちゃうかもしれない。なんか一回寝たら起きたくなくない？ずっと一回の睡眠の方が嬉しくないですか？そうそう。はい。ということで夜も遅いので皆さんゆっくり寝てください。明日は火曜日ですか？皆さんお仕事ありますか？お仕事ある方は気をつけて。私は家にこもりたいと思いますはい、ではランキングと13位はやとみさんありがとうございます。12位しましまさんありがとうございます。11位せとしさんありがとうございます。10位ぶっきーさんありがとうございます。お、変わった、変わりましたね。ではもう一度、13位ブッキーさんありがとうございます。12位ヒゲマジンさんありがとうございます。11位スーパーサブ48さんありがとうございます。10位リンさん、お、ミキさんありがとうございます。こう、これはこれで合ってますか9位リンさんありがとうございます。8位 M 公演気に入ったものさん、途中で名前変えたありがとう、途中最初からそれやとありがとうございます。7位宝野さんありがとうございます。6位はやとみさんありがとうございます。5位かるちゃんありがとうございます。4位やまとしさんありがとうございます。3位みやけちゃんありがとうございます。2位てんしーさん、てんしーがついてる、ありがとうございます。1位いときんさんありがとうございます。パチ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 、楽しかったですね。はい、見に来れなかったよって方はぜひ DMM でアーカイブぜひ見てください。楽しんでる私を見てくださいはい、ありがとうございました。気をつけてね。ありがとうございました。